みんな普通に有給休暇制度というのがですね、この日本の労働基準法にはございまして、労働者はですね、等しく皆さん、1年間決められた、日数をですね、日曜日とか土曜日、会社が決めた、あるいは、国民の休日、それ以外にもですね、取ることができます。これ有給休暇が取れない会社というのはね、労働基準法違反ですから、これはもう堂々とですね、労働基準監督署にですね、問い合わせをすれば、その会社が有給休暇を取らせないって言ったらですね、それも即違法なんで、特に最近労基はですね、以前に比べるとかなり厳しくなっていて、もう通報されるとですね、すぐ会社に処分が下されますので、経営者はそれ嫌なはずなので、堂々と取っていただいていいと思いますし、会社の雰囲気でそんなものが取れないっていう会社は本当にブラック会社なので、本当にやめた方がいいです。搾取されてます、あなたは。ちゃんと法定の日数休めますので、堂々と休んでいただいて結構だと思います。例えばですね、なんか子供の学校があるから平日休めないとか言われる方もいらっしゃいますけど、別に1日や2日くらい別に休んだっていい休日、平日に。学校なんか別に1日2日行かなくたって別に、ね、何か不具合があるわけじゃないし、それをね、学校もね、休ませないなんていうね、皆勤賞なんてね、もう言ってるのはね、昭和の時代の遺物ですよ。何の意味もないですよ。普通に、お父さんお母さんが、有給休暇を取った日に家族全員で休めばいいじゃないですか。そういう雰囲気を作りましょうよ。ね。そうしないとですね、本当ピーク時に合わせてインフラっていうのは作られてないので、高速道路も鉄道もピーク時に合わせては作られてないんで、めちゃくちゃ混雑するようになっちゃうんですね。で、そういった高速道路とかですね、そういったインフラっていうのは、国とかの税金で作られてる部分もあるので、そうやってピークに合わせてですね、インフラを整えすぎるとですね、皆さんの税金負担も上がります。なのでですね、ピークシフトをして、平日に普通に休んで、レジャーに行くなり、まあ本当に家で休むなりなんなりしてください。行楽地が混雑するってのは本当昭和の遺物なので、ぜひ皆さんそれはやめてください。ちゃんと休みましょう。チャンネル登録もよろしく